うわお。皆さんこんばんは。本日もあつ森実況やっていきますよ。今日から新しい島クリスタートね。マリサさんそんなところを見つめて何をやってるんですか？あ、そうかそうか、しずえさんにはゆうたろうが見えないんだった。ゆうたろうのことはさておき今回の島クリの話をしようではないか。本当に今回は何でもありの全力島クリをすることに決めたの？たまにはそういう島クリをしてもいいんじゃないかな。でも最終的に島の住民を猫住民さんだけにしてもらいますからね。はい、了解だぜ。それって何気にきつそうに思えるのは私だけかな？多分前回の動画みたいに、猫住民を一人仲間にするのに99枚のマイル旅行券を消費することなんて起きないと思うぞ。だといいけどね。それでマリサ、何のためにわざわざユータロウの魂を集めてるの？ユータロウからもらえるものから今日の島クリのヒントを得ようと思ってだな。何か装飾品を差し上げましょう。なんだ装飾品か。島クリするのなら家具の方がいいわよね。まだ持ってないものかちょっとだけ高価なものどちらが良いですか？そんなのまだ持ってないものに決まってるじゃないか。忍者頭巾を差し上げようと思います。忍者頭巾って何なんだよ。よく似合ってるわね。ということは今回の島クリは忍者屋敷ね。忍者屋敷は作りたくないでござる。じゃあ何を作るのよ。一番最初に島クリするのは島の入り口だから、駅でも作ろうかな。さては最初から決めてたな。別の何かが思いつくかもと思ってだな。駅ということはもしかして。決めたのは駅を作るということだけだぞ。なので車を飾るかどうかはまだわからんぞ。でもマリサさんのことだからきっと飾ってくれると信じてるだなも。しれっと3台もおねだりするな。暗くて島クリできないから朝に移動だぜ。前デザインが中途半端に残ってるのが気になる。空港前だけ綺麗にしてるから問題ないぜ。それは何よりね。ではではまずは前デザインのダウンロードから始めるぞ。今回は何でもありだからじゃんじゃんダウンロードしなさいよね。さすがに初日にじゃんじゃんやっちゃうと後からきつくなりそうだぜ。大作者 ID を検索するのね。霊夢が以前見つけた前デザインの中に使ってみたいと思ったのがあったんだよな。ちゃんと記録しておいたのね。クリエイターさんの ID をスクショしておいたぜ。すごい建物の前デザインがいっぱいね。建物の前デザインもお借りするつもりだけど、まずお借りするのはこのレンガの前デザインだぜ。もしかしてゴシックな島を作るつもり？島全体をゴシックにするつもりはないぞ。そうか、ゴシック縛りになっちゃうものね。今回の島クリのルールは縛りなしだからな。縛るとルール違反になっちゃうものね。でも猫住民さん縛りはお忘れなく。大丈夫だ、忘れてないぜ。マリサ前デザインを塗るのを中断してどうしたの？この前デザインを、こっちの前デザインに変更だぜ。実際に貼ってみてイメージと違ったのね。こういうことがたまにあるのが島クリの難しいところだぜ。それはそうといつ見ても空港と案内所が近いからなんだか窮屈よね。案内所が邪魔だと言いたいだなも。そうよ。はっきり言われちゃっただなも。この空港前と案内所の飾りに草も我がプクリン島の味ということで。じゃあ我慢するしかないわね。でもそろそろ我慢の限界だぜ。レンガの前デザインはそこまでなのね。ここにとある建物を移設するつもりだからな。おっと一マス足りなかったぜ。案内所の位置とその建物の位置を合わせる寸法ね。案内所がここになければな。皆さん案内所は素晴らしい建物ですよね。ないと困る素晴らしい建物なのは認めるぜ。さすがマリサさんよくわかってるだなも。建物の移設場所はこれで決定だぜ。それで移設する建物はなんだなも。博物館だぜ。博物館を駅にする手法私も一度使ったことあるわよ。確かに年くらい前でしたね。霊夢の作った駅とは全然違うものになるから最後まで見てほしいぜ。本当に？それは期待しちゃうわよ。ちょっとすぐに使える家具があるのか収納を確認だぜ。飾ってた家具を全部売っちゃったのに結構マイル家具が残ってるじゃないの。街灯やら島と練り子が少し残ってるのは大助かりだぜ。それでも全然家具が足りないからコツコツ注文していかなくっちゃいけないぜ。これが結構面倒なのよね。面倒でもいっぱい買っていってね。あのマリサさん滅場所なんかじゃなくてもっと高額な商品を。空港前にタヌキチの望む家具を置くスペースは確保できそうにないんだ。ならしょうがないだなも。届いたものをポケットに詰め込んでと。まずは島と練り子と街灯を並べていくぜ。大ゴシックな前デザインに白い家具を並べるとなかなか入るわね。今日の島クリは白い家具を中心に飾るのも悪くないぜ。あ、マリサ、博物館の入り口が空港から一直線上にならないのは仕様だから我慢だな。あ、DIY 家具のベンチを使えるのがなんてありがたいんだろう。マリサさんは前回の島クリ DIY 家具禁止縛りでしたものね。DIY 家具以外のベンチとなると、飾るのはマイル家具中心になっちゃうのよね。飾ってたベンチは全部さよならバイバイしちゃったぜ。ではでは白いガーテンベンチは島と練り子の前に配置。実に素晴らしいぜ。自分で言って痩せはないわね。そして奥にちょっとずらして島と練り子を。街灯もセットで置いちゃうのね。島と練り子と街灯は仲間だからな。これも私が勝手に思ってるだけだからな。マリサなんかずれてない？家具の位置は空港の入り口に合わせてるから博物館を見るとずれてるように思えるな。ちなみにこの滅場所は屋台と組み合わせてお店にするつもりだぜ。自由な島クリなかなか楽しそうじゃないの。あ、自由っていいな。DIY 家具はほとんど収納に残ってないから作らないといけないけどな。これ贅沢言うな。さてさてリメイクはどうしたものか。そりゃやっぱり前デザイン。まさかまさか。さすがに無理だからお隣の黒バラのタイルを使うぜ。黒バラは目立たないだなのよ。ちょっと目立たないかもしれないけど今回はこれで行かせてもらうぜ。
後でいくらでも買いが利くからね。お店の商品はどうするんですか？しずえさんの好きなお料理はまた別の機会、ということで。はい、期待して待ってます。で、お料理の代わりが的漁師かってわけね。お料理よりも的漁師かの方がお土産っぽいだろ。それじゃあお土産っぽいもの中心に屋台に並べるのね。と思ったけどお土産っぽいものがそんなになかったぜ。なんじゃそら。ってことなので母の手作りケーキのチョコと、バースデーケーキもチョコクリームを選ぶのね。ケーキの類も紙リメイクがあるから飾るのがめっちゃ楽しいぜ。背景の色と溶け込みすぎなんですが、明るい色のケーキにすればよかったかな。では右の屋台も飾り付け。ここはカーネーションと的漁師かを飾るのね。的漁師かの色もなんだか地味な気だ。お、落ち着いた雰囲気が出ていいと思うんだけどな。自分で選んでおいてちょっぴり自信がなさそうね。とりあえず今日できることはこんな感じ。あとは必要なものを買い物。ケーキ売り場にスイーツボックスをちょい足しするのね。安いだなの。ただの箱に570ベルは楽に高い気がするけどね。そうかなそうかな。ウッドパーテーションを買いすぎたから他の家具は匠ライフでお買い物。あ、使わないけどこれ欲しいかも。ここに来たら絶対余計なものを買うわね。そんなことより必要なものを買わないとな。もう困った時のワンコを買っちゃうの？困ってなくてもワンコはいっぱい飾りたいぞ。重くなるからほどほどにしないといけないんだけどな。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。猫住人チャンススター。来るといいわね。さあうちの島に。残念リオデジャネイロさんだったわね。まあまあ島完成までに猫住民を集めれば問題ないからな。猫住民さんで統一できない場合は完成とは認めませんので。はい承知したぜ。猫住民よりも何よりもまずは島クリだぜ。いきなりアイアンウッドチェアなんてリメイクしちゃってどうしたのよ。スイーツボックスを乗せる台を用意できなかったからこれで代用しようと思ってだな。なるほどなるほど。高さが全然合わないからこのアイディアは却下だな。おすすめは豪華な展示台だなも。逆に豪華すぎてダメかも。シャボーン。出た出たワンコワンコ。ワンコにはまだまだ活躍してもらうつもりだぜ。そして屋台の奥には定番のウッドパーテーションを並べちゃうぜ。もう禁足事項がないからやりたい放題ね。こんなのでいいのか少し不安になってきたぜ。今までいろんな縛りをしてきたんですから見てる皆さんも許してくれるでしょう。ひとまず空港前はこんな感じで。ケーキを乗せる台は後で注文しなくっちゃね。次は駅のホームを作ろうじゃないか。やっぱり駅のホームは2段目に作るんですね。ということはだよマリサさん。当然坂道を依頼するつもりだぜ。高級車も買ってもらえるし何でもありの島クリは最高だなも。崖工事はこんなもんでいいかな。崖工事したところが駅のホームになるのね。崖がむき出しになってる部分がかっこ悪すぎるぜ。マリサさん階段を作ればその問題も解消されるだなも。博物館の左は坂道を設置できるけど右側は無理だから何か対策を考えないとな。ってことで坂道を一つお願いするぜ。階段じゃなくて坂道だなも。残念だけど白い階段はないからな。今回はこの白い板のスロープを選択させてもらうぞ。今回の駅は白いもの中心に飾っていくって言ってたものね。白い階段さえあればな。でも例のあれは白いのがあるから問題ないだなも。切り替えがお早いこと。ではでは必要なものを注文。崖を隠すのはシンプルなパネルで大丈夫そうだからレジカウンターだけ買っておくか。マリサさんマリサさん。まだあれを飾る場所がないからもう少し待ってくれよな。了解だなも。レジカウンターを置いてみたけど思ってたのより若干高い気がするぜ。アイアンウッドチェアよりも全然いいと思うけどね。よしお店はこれで完璧。ではではむき出しになってる崖をどうのこうのするんだけど、まずは地面の前デザインを塗ってしまわないとね。前デザインを延長するだけなんだがな。シンプルなパネルが収納にそこそこ残ってて大助かりだぜ。家具の注文はかなり面倒な作業だからね。あ、突然花壇を飾り始めた。なんだか物足りなかったからここにちょい足ししておいたぜ。マイル家具をそんなに使ってしまうと後で後悔しますよ。今回は何でもありだからそんな心配はご無用だぜ。それじゃあ次はシンプルなパネルに貼るマイデザインをダウンロード。もうお借りしたいマイデザインの目星はついてるの？地面のマイデザインと同じ型のをお借りすることにするぜ。地面だけじゃなくて窓や屋根のマイデザインも充実してるだなんて。よりどり緑で迷うところだがこちらのマイデザインをお借りするぞ。やっぱり白系のを選択したのね。シンプルなパネルのフレームもホワイトにリメイクしてと。マリサさん呼んだ？タヌキチのマイデザインを左上の置いておくのはダメだと思うわよ。出演機会が減るからマイデザインの場所を変えないでほしいだなも。マイデザインの配置についてはおいおい考えるぜ。それじゃあリメイクしたシンプルなパネルを並べていくぞ。シンプルなパネルだけを並べるとなんだかハリボテ感が出ちゃうわね。そういう場合は奥にこれを設置だなも。なるほどなるほど。ということは別の家具でも代用できそうだな。別のアーチ系の家具を使おうってことね。何ですか？代用できるアーチ系の家具は持ってないし、しかも材料になるツルも一つもないぞ。材料がない場合は集めないといけませんね。マリサツルとか光ボケは全部私が預かってるわよ。そうか、霊夢が DIY 家具オンリーで島クリすることに決まった時に集めるのが面倒な素材は全部預けちゃってたんだな。それじゃあ霊夢頼むぞ。はい了解。それと収納に余ってたマイル家具も持ってきたわよ。それはラスカルじゃなかった。助かる。一瞬僕の実写画像が出た気がするだなも。あれはアライグマだから違うぞ。それはそうと高い家具は持ってこないでほしいだなも。もともと持ってないわよ。
鶴も光ゴケもこれだけあれば十分だな。もともとマリサの持ってたやつなんだからね。思う存分遺跡株が作れるぜ。霊夢さんが鶴を全部使い切ってたら、お城の門を注文してもらえたのにな。博物館を飾った時は結構鶴を使ったと思うんだけど、鶴ってそんなに消費しなかったんだな。柱もアーチも当然ホワイトにリメイクよね。アイボリーのままでもそんなに悪くはなさそうなんだが。出られないぜ。手前から置かないとダメっぽいわね。右側はこれで OK かな。若干アーチの隙間が見えてるんだけど、それはもう仕方ないということで。左側は遺跡の飾り柱と組み合わせるのね。アーチと比べるといまいちなんだけどな。何か他にいい方法があればコメントで教えてほしいわね。あとは仕上げにパネルの前に生垣を立てておくぜ。ではでは駅のホームを作ろうじゃないか。また別のマイデザインが必要よね。またまた同じ方のマイデザインをお借りするぞ。今回はこのクリエイターさんのマイデザインで全て完結しそうね。いやいやそう簡単にはいかないんだよな。駅のプラットフォームに使うマイデザインはこの2つをお借りすることにするぜ。それではまずは縁取りから。縁取りがあるのとないのとでは大きく雰囲気が変わっちゃうからね。縁取ったら次はレンガのマイデザインを貼っていくぜ。このマイデザインもハートマークがついてて可愛いわね。最初に借りたマイデザインにもついてたからクリエイターさんはハートマークがかなりお気に入りのご様子だぜ。マイデザインを塗るのはここまでなの？先にここを削っておきたいんだよな。せっかく崖工事をしたのにもう壊しちゃうのね。いやいや全部壊すわけじゃないからな。壊すのは真ん中の横5マス分だけだぜ。私はてっきりこういう横向きのホームを作るのかと思ってたんだけど。横向きのホームは霊夢が今まで散々作ってきただろ。そうね。霊夢が作ってきたものと同じようなのを作っても仕方ないから、私は縦向きのホームを作ることにしたんだよな。ほうほう。よしこれで大丈夫だと思うぜ。ではではここに縁取り用のマイデザインを塗ってだな。といえば定番の黄色い線が必要よね。黄色い線のマイデザイン、駅で検索したら出てこないかな。私もお借りしたことあるけどなんて検索したのか覚えてないわね。おおそこそこ黄色い線のマイデザインが出てきてくれたぞ。向きを気にせずに使えそうなのはこのマイデザインね。使いやすいマイデザインが見つかってよかったぜ。もしなかったら自作だったわね。自作は全く自信がないからやりたくないでござる。よしよしこれで駅に一歩近づいた気がするぜ。あとはレンガのマイデザインと縁取りのマイデザインを延長していくだけの簡単なお仕事。次は線路のマイデザインを探さなくっちゃね。それがだな霊夢線路のマイデザインは探さなくても大丈夫なんだ。どういうこと？もう見つけてるとかかな？もう気づいてる視聴者さんも多いかもしれないんだけど、今お借りしてる方のマイデザインの中に線路のマイデザインもあるんだぜ。このクリエイターさんのマイデザインで全て完結しちゃうだなんて。それにしてもマリサさん、かなり駅らしくなってきましたね。線路を敷けばさらに駅らしくなるに違いないぜ。では再びこの方のマイデザインへアクセス。ほらほら見てくれ霊夢。カーブから踏切に使えるマイデザインまで揃ってるのね。線路脇に貼る砂利のマイデザインはなかったから。別の方からお借りするのね。よしこのマイデザインが良さそうだぜ。ではでは線路のマイデザインから貼っていくぜ。線路はどこまで貼っていくの？どこまでもだぜ。一番スッキリしない答えが返ってきた。マリサさんはいつも適当にしまくりしてるだけですからね。適当だって？まあ流し間違っちゃいないぜ。まだしまくりが始まったところだからな。ある程度大雑把に作ってもさほど問題はないと思うんだけどな。しまくり初期の頃の自由に作りたい気持ちはよくわかるわ。でも後でこの自由に作った箇所が足を引っ張るかもしれないのがしまくりの恐ろしいところなのよ。困った時は困った時に考えればいい話だぜ。毎回最後の方に晩酌尽きてるような気がしますけどね。そんなこと覚えちゃいないぜ。それよりも何よりもこれを見てくれ。砂利と線路を組み合わせるとなかなかいい感じになってきてるわね。砂利と砂利の間はどうするつもりなんですか？リアルな線路はどうなってるのかよくわからないんだけど、とりあえずタイルのマイデザインを貼ってだな。タイルはその色で大丈夫？なんか違う気がするからグレーのタイルのマイデザインに貼り替えだぜ。その方が良さそうね。このタイルの上に一マスごとに石壁を立ててと。リアルな線路にそんなのあったかしら？何もないよりもマシかなと思ってだな。なるほどね。間に何を置くのかは後で考えるぜ。どうだこれで。まだまだこれからって感じね。それでは線路をさらに伸ばそうじゃないか。ここは踏切にするつもりなのね。間にどんなマイデザインを貼るのか悩んだ結果、黒いアーチタイルのマイデザインを選んだのね。これはあまり正しい選択じゃないかもしれないけど、鉄道警察の皆さん見逃してくれよな。怒られなきゃいいわね。踏切で線路を終わりにするのは中途半端だからもう少し延長。見えちゃいけないものが見えてきたわよ。これより奥をどうするか決めてないから崖で隠しておこうかな。ごまかしきれてない気がするんだけどね。もっと手前から楽しむから今は崖一枚あれば OK なんだぜ。そういうことなのね。あとは手前の線路と同じように砂利を施してと、両サイドにはタイルのマイデザインを貼っておくぜ。タイルにはフェンスを設置すれば良さそうね。注文するのが面倒だから別のものを設置することにするぜ。家具の購入から逃げないでほしいだなも。鉄の柵を使うのね。柵はサクッと立てられるからな。出たマリサの激寒だじゃれ。でも手前はちょっと工夫して飾るつもりだぜ。それは後でのお楽しみということで。
そのスポットライトは信号のつもりね。あんまり詳しくないけど信号があったなと思っておいてみたぜ。あとは崖のところに飾りたいから遺跡のアーチのブラックを用意。ここに設置すれば遠くから見るとトンネルっぽく見えるはず。この状態だと崖がむき出しなのがちょっとね。これは奥の前デザインが見えないようにするための仮の状態だから。まだどうするかは未定ってことなのね。それでは手前の飾り付けだぜ。あらあら電柱なんて持ってきたのね。実は収納にいっぱい余ってたんだよな。そしてこの画像を見てくれ。この画像を参考にして電柱を置くことを思いついたわけね。まあこんな感じで実際の画像を参考にしまくりすることがよくあるんだよな。電柱の間はどうするの？さてどうしたものかな。そういえばお片付けの時にいいものを取っておいたんだった。それってアジサイの低木よね。アジサイの咲く頃に島が完成予定だからいっぱい植えちゃおう。多分完成はハイビスカスの咲く頃になりそうですね。あはははははは。アジサイが咲くのが楽しみだな。ここからじゃ全然見えないわよ。線路沿いも何か飾らないといけないな。このままじゃ物足りないものね。小屋道を作るしかなさそうだぜ。他にいい案が出なかったのね。道だって立派な案じゃないか。本当に？心の底からそう思うの？本当は苦し紛れの案だぜ。でもちゃんと飾り付けするからな。例のあれがいっぱい出てこないことを祈っておくわね。例のあれだって？一体何のことやら。ちなみにこのマイデザインは空港前に貼ったやつの青バラなしバージョンだぜ。道と道との間はやっぱり道路のマイデザインを貼るの？いいのが見つかればだな。またまた霊夢が見つけていたクリエイターさんのマイデザインを検索。いろいろスクショ残しておいてよかったわね。道路のマイデザインは私の好みとは違うな。今までそんなに好みにうるさかったかな。道路に貼るのはこのマイデザインに決めた。意外と決断が早かった。もう少し明るい色にすればよかったかもしれないけど。きたきたきた道路だなもう。うるさいわね。霊夢さんともこの喜びを分かち合いたいだなも。まあ私のお金が減るわけじゃないから。よかったわねタヌキチ。さて何台高級車を飾ってもらえるのかな。そんなにいっぱい飾れないから期待しすぎないでいてくれよな。ってことで一番重要な家具を注文。一番重要だなんて言ってもらえて嬉しすぎるだなも。先に言っておくが高級車ではないぞ。マジですか？一番重要といえばこれだぜ。広場の汽車ね。これがないと話にならないからな。5000マイルは高すぎくんね。ではではタヌキチのご希望の。マリサさん40万ベルしか持ってないということは。高級車を1台だけ注文だぜ。1台だけは残念だなも。あとはマウンテンバイクとかしてサイクルも注文しておくぜ。ではではメインのこいつから飾っていくぞ。ちゃんとレールの上に乗せなくっちゃね。あ、同じ方向じゃダメだぜ。もう少しだけ奥に押しておくか。設置場所にもこだわるのね。いやいや適当だぜ。なんじゃそら。それじゃあ高級車をここに飾るぞ。電車が近くにいるのに踏切内に高級車を飾るのは危険だなも。まあこういう演出ということで許してくれよな。まだ何か飾るつもり？これは収納にあったやつだぜ。マウンテンバイクも一つここに飾っておくか。それと踏切の四隅に街灯を設置。街灯結構余ってたのね。まだまだあるから贅沢に使っていくぜ。収納にいいものが残ってたからこれも飾ろう。マネキンなんて飾るの珍しいわね。マネキンはワンコの代わりになりそうだぜ。マネキンの飾りすぎ注意ですからね。もう少しくらい飾ってもいいと思うんだけどな。マネキンが常連になるのはちょっと嫌かも。そういえば全然ホームを飾ってなかったぜ。ホームが一番気合を入れて飾らないといけない場所だと思うけど。いやいやホームから見える風景の方が重要なんだってばさ。突然聞き慣れない語尾に変えるのやめてくれないかな。語尾のことは置いといてだな。ホームは飾り付けできるところがあまりないんだよな。そう言われればもう椅子くらいしか置けないものね。でもこの真ん中に特別な家具を置いてみたいな。特別な家具って一体何なのよ。あんまり見慣れない家具なんだが。もしかして宇宙船の操作パネル？飾る理由はわからないけどマリサさんありがとうだなも。それとこれも追加注文だぜ。また買ってるよ。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。猫住民はいるのかいないのかどっちかな。リリアンさんじゃないか。ウサギ住民狙いなら大当たり枠なのにね。猫住民集めやめようかな。ちゃんとやり遂げてくださいね。はいわかりました。宇宙船の操作パネルってどんなリメイクができるんだっけ。何も知らずに買ったのね。駅でよく見かける案内図の代わりになるかと思ってだな。案内図にしてはかなりごちゃごちゃしてるように見えるわよ。これを貼るとごちゃごちゃ感がなくなったぞ。確かにそうだけど。それじゃあ先に椅子やなんやかんやを飾っていくぜ。やっぱり駅のホームにはパブリックベンチなのね。霊夢持ってきてくれてありがとうな。収納の家具が減るに越したことないわけよ。霊夢さんの収納の家具が減ると収納拡張工事が遠のくだなも。拡張工事したくないからどんどん持ってきてあげるわね。霊夢さんのお家の家具持ってくるの禁止だなも。今回は禁則事項なし。これは最高のアイテムだなも。おお、これパネルが消灯するぞ。絶対消さないでね。あとは転落防止のためにスチールフェンスでも並べておこうかな。またマイル家具がちょっと使いすぎたかな。そうそう石壁の間にグランドライトを飾ろうと思ってたんだった。夜になると合いそうね。それとホームにこれを引っ掛けておかないとな。そういえばホームにはしごがかかってるのをよく見るわね。あのはしごを見たら降りてみたくなるのは私だけかな。思ってても絶対降りちゃダメだからね。それは心得てるぜ。さてさてあとは飾り足りないところに家具を足していくぜ。また街灯を使ってる。そしてマネキンもまたまた登場。
あ、やっとワンコが出てきた。そうそう、もう一つ広場の汽車があるんだった。なかなかいい感じに仕上がったわね。というわけで完成した空港前はこんな感じ。やっぱり博物館の入り口がずれてるわね。気にするでない。ホームの真ん中から見るとこんな感じ。そこ絶対入ったらダメな場所だからね。炎上不可避だぜ。ではでは夜の風景はこんな感じ。入り口はできたから次何を作るのか考えないとね。もう次の話？思いつかないでござる。今回もハートありがとうなのだ。そういえば今日は出演機会がなかったわね。調べ物が何一つなかったからなのだ。まあそういう日もあるということで。